やべえ、第2話で鬼滅をパクって以降延々とパクリを続けてはいたがネタにできるほどの性能もなく、所詮はいつもの無味無臭尻滅裂をパクリ披露大会を開催する柑橘ゆすらだと、不祥子の一般サイコパス、甘く見ておった。第6話がヤバすぎてあまりにも暗いあまりにもで、いろいろと超越ゆすらしていました。邪剣語っていきましょうねー。一応あらすじは言いますけれども、実際に第6話を読んだ方がその凄まじさが、よりわかるかと思われますので、隣のヤングジャンプのそれをまず読んでどうぞ。実際にヤングジャンプ紙面に連載されているという事実を頭に入れるとなお良いです。読みましたか？読みましたね。それじゃあ、王立魔法学園の再加勢？第6話のレビュー始まるよー。では裏筋から。いろいろあって王立魔法学園の試験を受けることになった主人公が、可愛い美少女に絡む高慢な男貴族を一方的にボコったのが第5話までの話。第6話では実際に試験が開始されるが、その内容とは遠くの的に魔法を当てること。これに対して主人公、あれれい簡単すぎない、といぶかしむ様子。しかしながら周りの受験生たちからはうわぁ難しすぎるぞマジかよと悲鳴が上がる。これを見て主人公、やれやれ実践経験がない者たちのレベルはこの程度なのかと、闇の世界に生きたがゆえに強くなりすぎた自身の実力を振り返り読者にアピールを開始。ちなみにこの学園は実力主義であり、身分の高い低いではなく、本人の実力のみで評価をすると試験官が宣言。そして直後の主人公の番において、庶民が受験するとかはロスト手のひら大回転。他の奴らは3回まで魔法を使ってよいが、身分の低いお前は1回までしか許してやらねえ、と迫真の表情で伝える。仕方ないので的を破壊するほど強力な魔法を使って格の違いを見せつけ、目立ちたくはないが仕方ないな実力を示すためだからなでフィニッシュで、おろろ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 ろ、孫で見た、孫以外でも見た。ついでにガバサは孫以上に見える。やべえ。これヤングジャンプ紙面で連載されているってま、編集部の頭が貧弱すぎるだろ。さらに言うとキングダムやゴールデンカムイやかぐや様と並んで乗っているという恐怖。集英社大丈夫かマジで、なぜこれでいけると思ったのか小一時間問い詰めたい。いやぁ、すごいっすね。何がすごいって、とにもかくにもなろうのテンプレがそのまま、いや、テンプレをさらにデバフして劣化させたものをネット連載でなく紙媒体で、なぜかそのまま載せるという、いやほんと、純粋に意味がわからん。というか、なぜあえてこれでなくてはいけなかったのかとただひたすらに聞きたい。だってここまでの話で、この作品固有のオリジナリティとか、優れている部分とかが一切存在していないし、さらに言うならばこれと全く同じ内容またはほんのちょっぴりだけ優れている作品は、それこそ無限に存在しているでしょ。文字通り吐いて捨てるほど存在しています。その中で、あえてこれを優先して載せるという闇。やっぱこれって癒着とかコネとかなんやろな。それで割を食うのは読者だけって、ほんとなんかもうおかしい。出版社の腐敗やな。あるいは常日頃からキングダムがなろうだとかなんとか言われ続けていることに対して、あえてなろうの平均値をはるかに下回るなろうを載せることでそれらの意見を、等しく駆逐する目的で載せているという説すら説得力を持ちうるまさに弱世紀末。それじゃあここからは突っ込みどころを述べつつなろうテンプレのそれを語っていきましょうか。とりあえずなろうを知らぬ純粋無垢なる人々については、今回の第6話を読んで、何が起こったのか、全く理解できなかったことでしょう。だって客観的に見た時に、主人公が目立ちたくないなとか言いつつ的を超威力で破壊するという、完全矛盾みたいなことがごく自然に行われていますからね。でもなろう基準だと、これはごく日常的な風景なんですよ。まず大前提としてなろう語と日本語の間には、絶対に越えられぬ壁みたいなものが存在しているんですね。なろう語で日本語っぽいものが、出てきた場合、それは日本語とは全く別の意味を持つ日本語っぽいものであると、頭に入れておかなくてはいけません。英訳は訳みたいなものですよ。なろう訳、つまり一連の目立ちたくないなやれやれ非常に目立つ派手な魔法をぶっ破するぞ。は、日本語に訳すと、今から自身が持つ圧倒的な力を遺憾なく見せつけるので、貴様ら下等生物どもはただそれに驚き称賛し尊敬するんだお前らの存在価値は、
それ以外に存在しないんだからなぁと美少女は追加で股を開け、ですね。このようになろう後はしっかりと和訳しておかねば頭おかしなるで。つまりなろうにおいてはまずは主人公が周囲から称賛されて気持ちよくなることが第一で、その後にそれに理由付けをすることが日常風景として存在しているんですね。つまり理由矢印結果ではなく結果矢印理由なんですね。なので息をするように頑張ります。それを踏まえて皆さんもなろう語を日本語に訳してみましょう。題材は今回出た大ガバの、学園は身分が関係のない実力主義だが身分が低ければ実力とか無意味だね、です。ポイントは主人公が気持ちよくなるための結果矢印理由付けをしているところですね。さあみんなで考えよう。3、2、1。答え、私目は身分の高い低いだけで人物を見ることが当たり前となるような希少な人生を生き、そしてその常識の範囲内のみで生きるだけの胃の中の蛙そのものであるにもかかわらず、性格はあなた様が実力をお示しになられた時にわずかな罪悪感さえも抱くことがないよう、徹底的に傲慢で横暴な、踏み台となるためだけの存在として丁寧に整えてまいりました。さあ私の常識の範囲内ではついぞ考えもつかなかったあなた様のその絶大なる実力を、お示しになり私の自信をこっぱみじんに粉砕なさってくださいお待ち申し上げております。ですね。皆さんわかりましたか？これがなろう語です。素直に吉祥、と思っていることでしょう。そう、ごく一般的な感性から言うと、非常に気色悪い根本的に歪んだ思想がなろう界隈には存在しているんですね。なので本来であれば常識的な一般人の目に触れることがないよう隔離された場所で、それを求める醜悪なる者たちのみがあえて見つけ寄っていき楽しむものであるという、この大前提が本来ならばあるのですが、何を思ったかヤングジャンプ編集部は、そのごく一般的な常識を持つ者の目に触れる場所にあえて行きするという、狂気そのものである行動をとってしまったんですね。これが紙面に載る問題点ですね。別にネット限定で隔離されていれば何も言われなかったんですけれどもね。はいはい、なろう語について語ったので次はそのテンプレの内容についてですね。なろうのテンプレってつまるところ周りの人々よりも強い力を持つものが、評価されなかったり表に出なかったりして存在に扱われるが実際に実力を見せると、周りの愚民どもはびっくら仰天のすけ。俺は当然のことをやっただけなんだけどなやれやれ、であるわけですね。ベースとしては全てこれです。それにいろいろと要素を添加して、より安易に簡潔に主人公ないしはそれに自己投影する読者が気持ちよくなれるよう、日々技術開発がなされています。これによりなろう界隈での流行り廃りが発生します。最近だとある女に振られた男が別の場所で出世したら九段の女が寄ってきて、実は好きだったのとか言ってくるが俺はもはやお前のことなど眼中にないぜうせよ。とかが、新しめな感じですね。異世界に転生してチートをもらってうんたらかんたらとかは、もはや、かなり古臭くなっている状態ですね。で、それを踏まえて本作の要素を見ると、身分が低いとか目立たない場所で活動していたとかで周りには評価されていないが、実際はあらゆるものより上位に位置する牧人格系、でも謙虚なふりはするを、になりますね。古臭さで言うと、骨董品のレベルです。しかもただ古いだけで価値がない、あらゆるものたちにしゃぶり尽くされたもはや味のなくなったガムよりも味のしないものです。重ねて言うが、なんでこんなもんを乗せたんや。せめて新しい方をやな、しかもオリジナリティがあればまだいいのですが、皆さんご存知の通り原作者の柑橘ゆすらは、パクリ以外で物を作ることをしない、というか作れない継ぎはぎ漂流記未満作家未満で、オリジナリティなんてものは一辺たりとも存在するはずがないと確約されているので、真なる意味で価値がないものプラス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 くらい言ってるんですよね。なぜこれをイカ略、というか今回の話だって描写から何から他作品のものをパクって作っていますからね。なろう語とかなんとか言いましたけれども、実際のところゆすら真実としては、学園は実力主義云々の部分と庶民の実力とか無意味云々の部分とを、それぞれ別の作品からパクって、というか丸ままコピペして前後のつながりを無視して、くっつけただけなので、ごく自然に矛盾しがばっているんですよね。
これが真実。なぜこれをイカ略？ちなみに第5話までも同じ手法で作られていますよ。なぜイカ略？あと根本的な話として、この漫画は第1話からずっと引き伸ばしに次ぐ引き伸ばしを、やり続けているんですよ。引き伸ばしというか、かさ増しというか、普通なら1話分で終わる話を、展開をひたすら遅くすることでそれぞれ3話分に引き伸ばしているんですね。なので学園とタイトルに入っているのに第4話まで学園に一切行かないわ。学校へ行く、貴族をボコる、試験をするでそれぞれ1話使ってやっと6話目に突入と、このような形になっているんですね。というのもこれの原作、漫画連載後に第1巻が出て、さらに言うと第1巻の部分までしかまだウェブの方の原作も書かれていないんですね。ここまで行くとなぜ載せたのかとか以前になぜコミカライズをしたのかというレベルですが、まあ、編集部にも色々あるんでしょう。正直色々あるのは頭の方だとは思いますが、願わくばこのひどさのまま少年ジャンプの方に乗せてナローを死滅させて欲しかったですね。仮に乗ったら伝説になってたでしょうね。ザンとカシオを超えるんじゃなかろうか。と言ってもジャンプで魔法学園でってなるとマッシュルがありますからね。それでもあえて乗せて文字通りの漫画金でボコボコにして欲しかったような気もします。ちなみに第1巻が出たあたりで作ったマッシュルのレビュー動画については、わずか1週間で集英社に権利者削除されています。ついでに言うとその後リメイクした動画もイラスト屋に権利者削除されています。さらに言うとそれが原因で赤バンもされています。ファッキン、でもやっぱりマッシュル面白いんだよな。第3話が転換点なのでまずそこまで読もうね。なおさらユスラの王立学園と回覧やろって、何を当たり前のことを言っとるのかね。総評ですが、なぜ載せたし、ですね。そもそもまともなペースでコミカライズできる原作のストックすらないのにあえて載せて、しかもそれが吐くほどつまらんただのゴミでさらにきつさ成分と矛盾が大量混入って、言っちゃ悪いが炎上商法にしてもメリットがなさすぎるやろ。仮にそれで有名になって、読まれたとしても中身がパクリまみれのゴミだからただの怒りの炎上にしかならんし、だったらウェブの方に島流しにした人気作を呼び戻せよって話。マジで癒着やろこれ、気色悪い編集部のおべっかごますりは脇とミッキーだけにしとけよ。起用としてキモいぞ、以上です。ほな、また。王立魔法学園の最下生？スラム上がりの最強魔法師、貴族だらけの学園で無双する、をレビューします。掲載誌はなんとヤングジャンプの本誌ですね。ウェブ媒体ではなく紙媒体に載るということはさぞ面白い作品であることでしょう。なお原作者はナロー系虚無四天王の一人、柑橘ユスラである模様。救いはないね。この名城氏がたき謎の物体は2021年1月28日発売の週刊ヤングジャンプにて、連載が開始された。まあつまり新連載でかつ単行本も出ていない漫画になりますね。私は基本的に単行本発売前の作品はその売り上げに響く可能性があることを考慮し、レビュー等は避けるようにしているのですが、集英社と一人社に関しては、引用利用のための法的な規則をすべて遵守している動画を著作権違反の名目で、権利者削除を行い、しかも赤版にまで追い込んだという前科があるため、単行本売り上げなどへの配慮を行う必要性も理由もないので普通に新作でもやります。内容がクソなのは出版社側の責任であって私らの責任じゃねえだろ。では裏筋から、選ばれた血筋のものしか扱えない、魔法、が貧民街の孤児に発言したので、なんやかんやあって食用、殺し屋のおっさんが連れて帰り育てることとなる、立派な暗殺系魔法師として育った孤児の少年アルスは今日も元気にお仕事中、ここからずっと柑橘ゆすらしているので置いていかれないよう頭をフル回転させよう。暗殺対象の貴族の部屋に踏み入ったアルスがなんかこの部屋変だなぁと思っていると、周囲から護衛の人間が出てきて一斉に銃撃を放つ、やはり潜んでいたか、すかさず耐性強化の魔法を衣服に使い銃弾を防ぎ、護衛を返り討ちに。ここで一言、人間を殺すのに派手な魔法は必要ない。護衛を返り討ちにするときに魔法を使ったように見えたのは私の気のせいでしょうか。
さらに、この程度の罠に引っかかるようでは10年も裏の世界で生きていない、と追撃。先ほど不意打ちの罠にかかっていたように見えたのは私の気のせいでしょうか。さらに魔法は選ばれた血筋以外では決して使えないが俺は例外だと追撃。一文で矛盾しているように見えるのは私の気のせいでしょうか。国語のテストかな、という話ですね。おろろろろろろろ。世界よ、これが柑橘ゆすらだ。第1話からして打ち切り学会に提出できるレベルの逸材であることから、掲載誌がヤングジャンプであることが悔やまれますね。少年ジャンプならは大独占ですよ。いやあっちはあっちで私の動画を含めて海賊版取り締まりで削除を連発している中、当該編集者が海賊版サイトを利用している証拠が上がっててそっちで話題独占中なので、いつものゆすらレベルでは話題にもなれないかもしれませんね。海賊王に編集者がなる、何が嫌いかより、何を権利者削除するかで物事を語れよ、ドン。それ海賊のやつじゃないってそれ一番言われてるから、まあ事実はそのあたりにしておいて、本作ですね。実際クソいことはクソいのですが、結局はいつもの柑橘ゆすらのクソさなので、話題独占できるほどの特筆すべきクソさとは、言いづらいところがあるんですよね。プロユスラリストの皆様ならばわかるように、本作程度の突っ込みどころってユスラ基準だといつものことではあるんですよね。なんならいつもよりマシまでありますよ。え、君たちユスラリストじゃないの。では本作について語る前にまず柑橘ユスラの成り立ちについて話す必要がある。少し長くなるぞ。まず、ナロー系のスレでたまに貼られる数十名の作者名のコピペがあるんですよ。このコピペは全ての作品の中身が皆無だったり盗作だったり発狂常習犯だったり、まあ詰まるところ、読むだけ無駄な作品しか作っていない作者のリストなんですね。で、柑橘ゆすらの名前もそこに入っています。これの読むだけ無駄な特徴としては、ズバリ、流行り物を素早く取り入れて再構築し平均未満の物体として排泄する、ですね。つまるところユスラを読むくらいならば他の作者の作品を読んだ方がいいですね。ちなみに筆はかなり早いです。盗作系の話はユスラ面ではあまり上がってはこないので、純粋に、整合性も何も考えず適当にその時の流行りに沿い出力しているだけだと、プロユスラリストの間では噂されていますね。実際は知りませんよ。ナローという魔境では、まるまる他作者他作品のコピペとかが存在するのでちょいパクくらいでは話題にもならない、非常に熟成された下地が存在しますからね。常人の物差しで語るのはおこがましいです。柑橘ゆすらについてなんとなく話が見えてきましたよ。やっとらしくなってきたな。つまり使われている題材の平均値よりも下の作品であると考えればいいんだな。そうとも言えるし、そうでもないとも言える。まだまだ心眼が足らぬ、平均値より下のものをイメージすれば良いのはその通りなのですが、もう一つ特徴があって、それは、謎のオリジナリティを入れた結果その全てがガバに繋がってしまうという、いわば RTA のオリチャー発動みたいなことをしょっちゅうしているんですよ。本作で言うと、罠にかかったのにかかっていないように主張する謎の格好をつけた言いたいセリフだったり、魔法は使ったけど派手な魔法は使っていないからノーカン、の部分ですね。これがもうほんと、柑橘ゆすらをただの平均値未満に抑えていない要素で、これがプロゆすらリストが言うところのクソ要素必然混入技術ですね。この混入技術がより高強度であるほど作品のクソ指数が高まっていくことになります。直接ではないが、そうなるな。しかしながら、本作のこのクソ要素混入技術度合いは、柑橘ゆすら基準だとかなりマシもマシもマシマシなんですよ。本作のクソ要素って結局格好つけたいセリフを無理やり入れた結果矛盾が生じるだけの、ハードボイルド気取り系打ち切り作家とかがしょっちゅうやってる程度のものであって、別にゆすら固有のものとは言えない、ありふれたただの品質打ち切り作家のそれなんですよ。ゆすら欲がひどいのになってくると、例えば異世界転移直後に人を殺し始めたり、100円で買ったものを別の店で130円で売って直後にそれを100円で買って別の店に売るとか、誰もが一目でクソとわかるクソを混入してくるので、本作のように自然に矛盾している、ただのありふれたクソでは、真なるゆすらのクソとは言えないんですよね。
そのせいでせっかくヤングジャンプ本誌に載るという編集部の頭海賊王にあっても、飛び抜けたゆすらのクソではないがために大きく話題になって騒げるほどではなく、ただ純粋に柑橘ゆすらがヤングジャンプに乗るというただの暴挙に収まってしまって、せっかくの柑橘ゆすらという話題性を自分から潰している状態になってしまっているんですよね。せっかくやるんだから塩を超えるレベルでのパーフェクトナチュラルパワーを見せつけ、ジャンプの打ち切り作品程度が最クソだと思っているキッズたちに、格の違いというものを教え込んであげればいいのになって思いますよ。別にキッズをバカにしてるわけではなく、ナロー書籍にはそれを遥かに下回るものがごく当たり前に存在しているのだということを、社会の闇の勉強として提示してあげてほしいなっていう。まあ、老婆心ですかね。だって本作のクソさって、例えば増田康介先生が内容そのままで漫画にすれば、普通にギャグ漫画として成立するような、つまり滑稽とか些細な矛盾とかがほのかに香る、その程度のものでしかないんですよ。まあ、これをギャグ漫画ではなくシリアスとして、真剣に書いて提出しているというところが一番の滑稽要素ではあるんですけれども、でもまあ、ここまでの話って第1話だけの話であって、多分ここからクソは加速すると、予想はしているんですよね。根拠はタイトル。なんとこれ、どうやら学園ものらしいっすよ。正直この後の話を予想するだけでおろろろろろろろ、不可避ではあるのですが、つまりこれってあれでしょ。いつものナローであると仮定するのならば、現役バリバリの魔法使いであるアルスが初心者魔法使いたちが通う学校に入学して、そこでタンポポ並みに自生しているゲスな貴族に絡まれて返り討ちにして、それに助けられたのか憧れたのかは知らんが美少女が寄ってきて好感度セックスになって、やれやれ俺は女には興味はないんだけどな、でも相手から寄ってくるならしょうがないな、が、ヤングジャンプの紙面で展開されるってことでしょ。少年の方だとすれば大騒ぎですよ。まあこの通りになるかは知らんけれども。わびさびというやつですね。いや原作はあるっぽいですけど先に言ったように読むだけ無駄なので読んでないので、原作を読んでレビューするかどうかは自分で決めますよ。ああそうそう、ヤングジャンプ紙面でこれが始まったことで感想欄は大荒れのようで、やれ集英社は柑橘ゆすらに弱みでも握られてんのかとか、やれクソにしてもありきたりで突き抜けてもいねえしそっちでも見どころがねえだとか、やれ落ち目のヤングジャンプらしい作品でいいんじゃねえんすか、とか、やれくらい、あまりにも、とか、肯定的な意見が一つもないレベルでボロッカスに言われてますね。そりゃそうやろと、結局のところナローはウェブでやってろ紙面に出てくんなって意見が前提にある以上、ナローの範疇を超える作品を提示できない限りにおいてそりゃそうなる俺だってそうする。それをまんまナローで出してるんだからそりゃあかんて。誰か止めろよなほんと、総評ですが、ウェブでやってろ、ですね。ゴミナロー全般、金を稼ぐから文句を言われるわけで稼がなきゃなんも言われんわけよ。それをウェブでなく最初から紙面に載せてるって言うんだからそりゃあ不満出るって、嫌なら単行本を買わなければいい狭い世界で乳繰り合ってろを封鎖してしまっては、編集部が優を失い散退したと判断されても仕方がないところではありますね。これで良作ならまだいいんですけれども、作者的にクソが確約されているしなぁ、あ、作画については絵はうまいです。謎の優遇でさらに編集部の優を疑うところですが、まあ、動きの表現が未熟なので止めっぽい感じはしますね。今後に期待ですね。絵は、原作の方？君今までの話聞いてたの、えげつねえな、悟る暇もなしかよ。以上です。ほな、また、前回までのゆっくりな老系ゴミ漫画レビューは、おいおい兄貴、銃で撃たれて銃で反撃しているのに人を殺すのは銃で十分だとか言ってるぜ。なんだ見てなかったのか。魔法を使っているのに魔法は必要ないとも言ってるぜ。見てたさ。罠にかかったのにこの程度の罠にかかるなら生きてはいないとも言っていたよ。なら OK だ。柑橘ゆすらではこの程度は日常茶飯事なんだぜ。さあ行こう。待ってくれよ兄貴。というわけでヤンジャン本誌で連載中の、王立魔法学園の最下星の、第2話をレビューします。いやまあ分かってはいましたけれども、ク
嘘でしたね。すでに魔女の守り人の全話分を合わせたほどのパクリと矛盾が発生している状態ですし、さらに言うとそれをネタにした各種まとめサイトに福赤工作員が大量発生していますね。やっとらしくなってきたな。やはり柑橘ゆすらをはじめとしたゴミな老作家どもはこうでなくては、ここできたか、よかったな、で、それが何の役に立つ。では裏筋から、今日も元気に活動中の食用、殺し屋のアルスの元に後輩のサッチがやってくる、ちょとつ、猛進、と言いながら壁を突き抜けてやってくる。というわけで帰宅しつつなぜ先輩は魔法ではなく銃を使うんですかね、と聞かれ、魔法は個人情報の塊であり痕跡が残るので可能な限り使いたくはないと答える。前回魔法を使っていたように見えたのですがそれは私の気のせいなのでしょうか。ついでに言うと罠にかかっていないぞ余裕だぞアピールもしていたのですがそれは、かぁ、個人情報は残したくねえわー。余裕な時に使って残してるけど残したくねえわー。そんなわけで後輩の魔力の痕跡を追って自動追尾するドローン的なあれがやってくる。奴らは魔法に反応して避けるのでその習性を逆手に取ればいいんだぞ。と提示しつつ、あえて魔法をまとわせた弾丸を2発撃ち、続けて6発通常弾を打ち込んで6体撃破。なお100メートルの距離を同目標に対してハンドガンで持って全弾命中している模様。そのエイム力があれば魔法弾必要なくない。しかも通常弾は避けないとか先に言ってるし、というわけで第2話は終わりました。え、終わりなの？タイトルに学園って入っているのですが学園のがの字も出ていないのはどういう？これは打ち切りやな。でも謎の優遇力により延々と残りそうでもある。仮にこれが本誌の方でやってたら8周打ち切り超えもワンチャンありうるガバサですが、集英社が誇るナロウ系虚無四天王においては元師匠の息子説が出るほどに、とにかく器用に優遇、というか5体と打ち1000レベルで良い処されることが通例なので、今後数十年間ヤンジャン紙面に確定で虚無離空間が発生し続けることもありえますね。というか割とマジで、これが紙面に存在することに対して、この地球上に存在し生きとし生けるものすべてのうち誰が得をするのか甚だ疑問ですね。それくらいのクソ指数と虚無指数が同時に計測されていましたね。例によって感想欄も、あれに荒れてるし、この調子だとまたいつもの柑橘ゆすらのそれらと同様に、企業側から感想欄の閉鎖もありえますねー。そんなこと企業がするわけがないって、ナローを知らぬあなた方の健常者具合に私、感動を禁じ得ませんね。素晴らしい、ナロー系虚無四天王においてはフリー素材のみで作成した動画を、企業の権利のもと、消した実績すらありますからね。ソースは私。つまりそういうことだ。健常者諸君においては今一度集英社が誇るナロー系虚無四天王に対する認識を改めておくことをお勧めします。この後にする話にもつながりますからね。さて、皆さんが気になっているであろう部分の話をしますと、モロチンココ、ちょとつ猛進のところですよね。これ、鬼を滅するやつのパクリやろと、まあ、誰もが思いますよね。結論から言ってしまうと、確実にそうですね。先に言ったようにこれについて突っ込んだりまとめたりしたサイトのコメント欄においては、ちょとつ猛進、が鬼滅の著作物とは知らなかったなぁ、とか、この程度でパクリとか今後いかなる作品も作れませんね、とか、そういうコメントが大量に投下されているのを見ることができますね。先に言っちゃうと、コメントの同一思想性、頭の悪さ、そして今までの四天王のパターンと私の経験上、これは 99.9%、作者と企業による福赤工作によるものですね。そもそもとして、構図から吹き出しの配置から何から何まで同じで作っているのに、パクリじゃない？とか、作者以外言わねえだろそんなもん。街頭インタビューすれば誰でもパクリって答えるわ。そんな屈折コメントが複数短時間等間隔に投下されてて疑うな信じろは無理があるべ。お前もいずれわかる時が来よう。なんとなく話が見えてきましたよ。作者がどう思うがパクリかどうかは読者が決めることにするよ。その説明をする前に今の柑橘ゆすらの特徴を理解する必要がある。少し長くなるぞ。
皆さんご存知の通り大学においては基礎ゆすら学は必修ではなく選択科目であるので、知らない方もいらっしゃることかとは思うのですが、いつものことなんですよ。これ、どういつものかって、あからさまに有名だったり流行っていたりするものを、その中身を精査することなく上辺だけパクって自身のゴミ内にぶち込んで、そこに実力も全くないというのにオリジナリティを添加して結果クソだけを強化して排泄する。その行為自体が、柑橘ゆすらのそれにおいてはいつものことなんですよ。なわけねえだろ企業が絡んでんだからそんなクソ野郎放置するわけがねえだろと、普通は思いますよね。そんなあなたはちゃんと健常者ですおめでとうよかったな。でもなろうを知る者たちにとってはやれやれこんなもの誰もが知っている常識なんですよ。というか柑橘ゆすらのそれにおいてた作品からパクっていないものは一切存在しません。これだけ多くの作品が存在する現代で過去の作品と似ていないものがあるわけねえだろとか、そういう話ではなく、純粋にパクっているんですよ。先に言った上辺だけの展開や言動を、中身は一切考慮せずパクってぶち込んでいます。なのでこれにおける虚突猛進も、それと同じで、ただ流行っているものを上辺だけパクってぶち込んだだけです。作者は何を考えてんだとかそういう話でもないです。ただ単純にいつものことなんです。普段から今回の虚突猛進と同じことをやっていて今回も同じようにやっただけなんです。意味とか作者の考えとか、そういうのはないです。強いて言うなら何も考えてないです。ただいつも通り、ルーチンワークとして、毎日の習慣と同じレベルでやっただけです。それが、柑橘ゆすら、における、パクリ、の概要です。皆さん理解できましたか？理解すると健常者ではなくなるので理解しない方が幸せではあるのですが、つまるところ、今回のパクリはヤンジャンシメンという既に存在する物質の上で行われたので、単純に目立っただけであって、いつもパクリ自体は行っています。毎日パクっています。柑橘ゆすらにとっては呼吸と同じくらいパクリは当たり前で自然なことなんですね。それを踏まえた上で読むと、なるほど上辺だけをパクったいつものだなってわかりますよ。例えば虚突猛進で出てきたキャラがその後も虚突猛進していたら、そういうキャラだから、虚突猛進な登場の仕方だったんだなってなりますけれども、別にこれについてはそうではないですからね。虚突猛進は最初だけ。その後は普通、なるほど上辺だけだなってなるでしょ。それが柑橘ゆすらのパクリ方。つまりいつものです。それにわざわざ言いはしませんでしたけれども、第1話からずっと有名な他作品たちにおける、ストーリーとかシナリオとかキャラとか設定とかの上辺だけをパクって作られてますからね。追加されたクソだけがオリジナルです。それも元はパクって持ってきてはいるのですが、と、ここまでの話を聞いてなぜそんなやつをヤンジャンに乗せたんだよとなりそうですが、全員が思っていることなのでご安心めされよ。強いて言うのであれば、編集部を想像するに、ダッシュ X の編集がヤンジャンのそれに来た。前から付き合いのあるやつから一人、ヤンジャン用の漫画に原作者として持ってきて自身の実績としたい。では誰にしよう。しまったダッシュ X はここ数年虚無たちしかプッシュしていなかったから全員中身がない。仕方がないので中身がない虚無四天王のうちから選ぶしかない。その内訳は、前編コピペ盗作。虚無を形にした虚無、純粋無くなる邪悪にしてゴミそのもの、そして上辺のパクリだけで盗作ではないとやたらと主張したがる柑橘ゆすら、となるので、そやあ、この中からならまだマシな方である柑橘ゆすらを選ぶでしょ。私だって選びますよ。柑橘ゆすらはこの虚無四天王の中ならば悪名もクソども法律違反度も一番マシですし、リアルやつは四天王のうちでも最弱ですからね。そりゃあそうなる俺だってそうする、というのがこれがヤンジャンで連載されるに至った経緯であると皆が予想していますね。まあ、完全ではないとは思いますが、あながち間違ってはいないとも思いますよ。この世界に絶対はない。どう見えるかだ。まだまだ心眼が足らぬ。あとまあ、パクリだなんだ言われるのは純粋にクソほども面白くないことも原因で、普通にその辺に転がっている打ち切り漫画未満の出来でしょ。あまりにつまらなさすぎて、魔女の森人が黄金の塊に見えるレベルですよ。王という最低限のネタ性もありましたし、
だって今回散々パクリだなんだの言われた猪突猛進についてだって、柑橘ユスラが何かを考えているわけでは絶対にないですが仮に考えているとしたら、猪突猛進って言ってるやつの通りなが、バッファロー、だぞははは、すごいギャグだろははは、ですからね。つまんねえ。ソルトで人バナナを書いて火バナナと読ませたのと同じくらいに、ギャグのセンスと難解さが人とずれている。一本グランプリだと0点あるぞこれ。まあ柑橘ユスラだし単純に何も考えずにパクったらがばっただけでしょうけどね。いつもの、総評ですが、消えよパクリ、ですね。全集中せずともパクリの呼吸を常駐させている柑橘ユスラなのでいつものことではあるのですが、最初から紙に残すんだからうちわの信者以外は擁護してくれない手法は改めた方が良いと、私はそう思いますけれどもね。パクリの片棒を担がされる漫画家が普通にかわいそうだわ。いやそうでもないか。人間の倒れた音がボトッとかで漫画以前の問題だったし、その音は四肢全部がある状態で鳴らす音じゃないと思いますよ。意味がない限りは、いやこの作品自体意味はなかったか。これ前回も言った気がするな。やれやれ、以上です。ほな、また。